久保さん、今回間に合わない人にしましょうか。間に合わない人は、今日間に合ってないですよね <laughs>。まあ今日やらないんだったらもう間に合わないですね。うん、まあいつか、いつか金持ちになりたいと思うのは、いつかは来ないですね。今日やったものだけが明日が来るっていうね <laughs>。あの、班長の言葉ですよね。今日頑張ったもののみ明日が来るんだ、みたいな。でも本当にその通りで。 今日やらないやつが明日できないですよ。今日やらないやつが明日できるようになってないですよ。魔法ないんで。人間は成長ですから、うんね身長もそうだと思うんですけども、成長過程で明日いきなり180センチになってるのかっていうとなってないですよ。ちょっとずつですよね。まあ成長期伸びたとしても、まあ5センチ、10センチとか、まあいきなり1メートル伸びるとかないでしょ。 うん、人間ってちょっとずつでしか成長できないのでもちろんその基盤ができて基本ができるようになったら一気に成長っていう掛け算はあるんですけど最初はね足し算からスタートするしかないですよね足し算スタートしてまあある程度基盤ができたら掛け算ができるとでも足し算もできないやつが掛け算できないんでうん。 な久保さんもいろんなことをやってきたから今応用できるわけですよねビジネスをやってた多分おそらくなんですけどもこれは僕の見解ですけどもビジネスをやらずして FX はあのうまくいってないと思いますよビジネスをやっていていろんなマインドセットだったり考え方だったりとかそういうのがあったからそれがまあジャンルは違うけども応用ができたってことですよね基礎があったと考え方の基礎があったとさまざまな失敗学びがあったからそこに対してやることは違うんだけど そこに活かせたんじゃなないかなと全く初心者でマージャン店から始めて FX でいきなり勝てるかっていうとまあ難しいでしょうねうんまあその土台があってもね土台があっても5年ぐらいですか FX これ土台がなかったらねまあ難しいですよね <laughs> 間に合わせたいんだったらねまあ早く1足す1をやれって話ですねいってらっしゃい